K-マルガールズの海坂由美です。田村京香です。矢部瀬沙耶です。今日は8月10日からオールスター競輪が開催されるいわき平競輪場にやってまいりました。めちゃくちゃ綺麗な競輪場ちなみにですね、あのオールスター競輪開催を記念しまして、クオカードをツイッターの方でプレゼントするキャンペーンを行います。でもね、そのキャンペーンにはキーワードが必要になってくるので、ぜひぜひ動画を最後まで見てキーワードをチェックして応募してください。お願いします。オールスター競輪はね、 G1 で唯一ファン投票で出走者が選ばれるんだよね、そう、しかも今年はオールスター競輪初のナイター開催、ガールズ競輪コレクションもここ岩木平競輪場で開催されるんだよね、まさに夢の祭典。そんな競輪界大注目のレースがここ岩木平競輪場で開催されるんだけど、岩木平競輪場がどんな競輪場か興味のある人、はい、というわけで今日は岩木平競輪場を案内してくれる方をお呼びしています。どうぞよろしくお願いします。いわき平競輪場イメージアップサポーター、いわき市公認ご当地アイドルアイクルガールズのシータンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アイドルさんがやってきてくれましたよ、はい、よろしくお願いします。いわき平競輪場は通称空中バンクと言われていまして、その理由などいわき平競輪場の魅力をたくさん紹介していきます。お、はい、よろしくお願いします。お願いします。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか、すいません、お願いしてもよろしいですか。はい、ケマルジャンプ。ここがその通称空中バンクと言われている場所になっています。はい、なんとですね、ここバンクの内側からレースを見ることが、はい、できるんですよ。すごい、すごい。でバンクの内側からレースを見れるというのは、あとここ岩木平競輪場が国内唯一の競輪場なんです。でちなみにここメインスタンド3階なんですけど、メインスタンド3階はここ客席がバンクと同じ高さになっていて、はい、で全面ガラス張りになっているので、すごく迫力のあるレースが見れると思います。すごい、はい、確かにすごい開放感がある感じするもんね。ここでレース見たいよね。ね、見たい、広くて気持ちいいよね。ね、そしてですね、あの東日本大震災の時には、こちらが支援物資の中継拠点にもなったりですとか、他にも地域開放型施設として、いわき市民の方に集会や会議、子ども会や、はい、カルチャースクールなどにも使っていただける場所になっています。おー、すごい、はい、競輪だけじゃなくて、地元の方たちのための施設にもなってるんですね。はい、そうなんです。なんかあれってバンクの中とかも行けるんですか？行けちゃうんですよ、はい、ちょっと行ってみますか。行きたいです。じゃあちょっとあれやっちゃいますか。はい、行くよ、うん、決まるんじゃん。わーすごいね、バンクの中に入れるんですね。はい、カーニバルリング、リングって言うんですけど、もう本当にここ選手との距離が近いので、選手が走ってくるときすごい風を感じたりとか、あの映像では伝わらないくらいすごいこう速さ速度で走ってくるんですよ、そういうのも感じられちゃうんですよ、すごいね、選手が走った風感じたいね。感じにいってください。え、どんな感じ？めちゃくちゃね、近い、届きそうで届かないくらい。今はコロナウイルスの影響で開催されてないんですけど、毎年夏になるとここでビアガーデンをしたりしています。絶対そんなの美味しいビールになるわ。最高。ねえ、もうここカーニバルリングもおすすめなんですけど、5階の特別観覧席もちょっとおすすめなんです。あれ、やっちゃいますか。やっちゃいましょうか。行くよ。はい、ケマルジャン。ここが特別専用席になっています。はい、ここ座席に各個別モニターがついておりまして、しかもここ指定席なので、じっくりゆっくりと競輪を楽しむことができます。へー、そして今私たちが座っているソファ、こちらフロアの中央付近に設置されているので、ここで座りながらくつろいで競輪を楽しむことも可能になっています。ね、めちゃめちゃ居心地いいよね。綺麗だっていうのがね、ね、女の人でもね、かなり着やすいよね。そうですね、うん、今日は
岩北綾競輪のこといろいろとね、話を伺ってきましたが、うん、どうだった？とにかく綺麗です。なんかリゾート感みたいなのを すごい感じれました。あとはなんかやっぱ岩北綾競輪場ならではのものがこのここはすごく多いのかなって思ったので、なんかこうそういう部分でも楽しめるのかなっていう風に思いました。岩北綾競輪場ではオールスター競輪以外にも熱いレースが繰り広げられているので、またぜひ遊びに来てください。はい、来ます。はい、ここでねオールスター競輪が開催されるなんて今からね楽しみだよね。ねー、ほんと楽しみ。ちなみにさ、2人はさ注目してる選手とかいる？私はファン投票1位だった平原浩太選手かなって思ってる。うんうんうん、2017年以降2度目の1位獲得の平原選手だから、まあファンの思いをちょっと答えてくれるんじゃないかな。なるほどなるほどなるほど。はい、私は佐藤慎太郎選手に注目したいと思います。ここ福島県にある岩北綾競輪場は佐藤慎太郎選手のホームバンクでもあるので、やっぱファンの人、地元のファンの人の応援はなんか2割増しみたいなことも聞いたことがあるので、そこに注目していきたいなっていうふうに思ってます。はい、私は、ガールズ選手児玉葵選手に注目してます。お、児玉選手は5年連続オールスター競輪のファン投票1位なので、やっぱり期待とかもね大きいと思いますし、でも5年連続1位なんだけど、オールスターで勝ったのは2018年の岩北平1回なんですよ。なのでちょっとね、今年も岩北平だし、リベンジというか、いい思い出の場でね、思い持ってるんじゃないかなと思いまして、はい、児玉葵選手に注目しています。今からオールスター競輪が楽しみだね。新型コロナウイルスの影響を考慮し、岩北平競輪場では事前抽選による当選者のみの入場となっておりますので、ご注意ください。ちなみに競輪とオートレースの売り上げの一部は機械工業の振興や社会福祉などに役立てられていて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に取り組む事業や活動に対し支援を行っているんですよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここでクオカードが当たるツイッターキャンペーンのキーワードを発表したいと思います。シータンと言いたいところですが、やっぱりここはオールスター競輪です。キャンペーンの詳細は競輪マルシェ公式ツイッターをご覧ください。それでは K マルガールズが岩北平競輪場からお届けしました。